皆さんこんにちは、本チューブです。今回はなぜ女系天皇で日本が滅ぶのかをお書きになりました門田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、毎度なんか早いですね。早すぎますね。どうもたくさんお話になるから、どうさたっていうことで、もうあっという間に来てしまいました。はい、どうもいつもありがとうございます。門田さんファンとしてよくインタビューさせていただいていますが、今回もまた、はいはい、気になるタイトル、そうですね、はい、これはね、共著というか、うん、この武田さんと、まあ、20時間に、及びまして、武田恒康さんとね、はい、それで、女系天皇ということを、うん、その国民のがあんまり分かってるようで分かってないので、はい、これがいかに大きな問題かっていうのを、武田さんと私っていうのはそこまで一展開でよく、うん、一緒に出演して、そういう話し合いをしてるので、それが、まあ、そのまま本になってしまったっていうことでございます。女系天皇なんてダメなのと、ええ、はい、日本が滅ぶほどのことなの、うん、って少し大げさかなと思ったんですが、うん、はい、ものすごく詳細に根節丁寧に書かれてますね、はいはい、一冊まさか女系天皇について私読むことになるとは思ってなかったんですけどでもこんだけ書いていただくと分かる、はい、ついに女性天皇と女系天皇の違い分かりました。分かりました、分かりました。そうですか、はい、そうすると愛子様はは女性の天皇ではありますけど、そうですね、男系、これ歴代8人、はい、10代いますからね、うん、これは男系の女性天皇、天皇、そうするとその愛子様のお子様が天皇になった場合は女系天皇、そうですよね、拍手拍手そうすると、はい、愛子様のご結婚される方が、はい、例えば民間の人、うん、あるいは外国の人、うん、要するにほら留学もするだろうし、うん、自由恋愛だからイギリス人と結婚する場合もあるし、うん、中国人と結婚される場合もあるし、はい、韓国人と結婚される場合もあると、はいはい、そうするとそのお子様というのは、例えば中国人と結婚された場合は、はい、愛子様までは男系の女性天皇、そしてそのお子様が、まあ、分かりやすく言うと中国の人と結婚されたら中国系になってしまう、はいはい、で中国系の要するに女系天皇ということになるということですよね、うんうん、はい、そうすると皇統というものの唯一のルールが男系であるということですよね。でそれに反するわけですよね。男系というのは父系を父親をたどっていけば神武天皇にたどり着くという、これが皇統ですよね、はいはい、でそれに基づいてこの126代続いてきたのが日本の皇統であって、はい、それが世界最古の王朝となってますよね、うんうん、でそうすると今まで男と女どっちが差別されてきたんだって言ったら、うん、みんなその女系天皇が否定されてるから、はい、これは女性が差別されてるじゃないかっていうふうにみんな思い込んでたわけですよ、はい、思い込んでた、うん、はい、しかしそれ逆で、女性は皇族、民間に生まれても皇族になることはできるわけですよね、はい、美智子様も雅子様も紀子様も、うん、みんな民間の方ですよね、はい、けど男子は、うん、歴史上誰も皇族になれなかったんです。そうなんですね、うん、それが、はい、男系という皇統を守る唯一のルールだったわけなんだけども、はい、この男が皇族になることはできないという意味を考えれば、男女どちらが差別されているんですかって聞かれた場合、これは男が差別されてますと言ってもおかしくはないですね。そうですね、排除されてるっていうことですよね、はい、じゃあなんで男系をずっと皇統のこの唯一のルールにしてきたのかっていうことになるじゃないですか、はい、これ権力と権威の分離っていうのがありまして、例えば徳川家康が天皇になってないじゃないですか、はい、で織田信長もなってないじゃないですか、なってない、そうなんです、これ足利尊氏もなってない、平清盛もなってない、ずっと時の権力者独裁者はなぜ天皇になれなかったのかということになりますよね、うんうん、要するに他の王朝、例えば秦の始皇帝、漢の劉邦がこういろいろしましたと、ずっとこれありますけど、はい、全て王朝が変わっていきますよね、うん、これなんでかというと権威と権力が一緒だからです、はい、権威と権力が一緒だから、中国史を習う場合、あるいはイタリア、フランスの歴史をあれする場合でも国名がずっと変わっていくわけです、はい、そうすると日本だけが国名が日本のまま変わらないわけです。そうですずっと
要するに王朝が変わってないから、うん、それは何ですかって言ったら、これ男系というものによって権力と権威を分離するという先人の知恵があったわけです。天皇というのは権威を象徴する。で、権力はそれは徳川家康でも織田信長でも平清盛でもいいですよ。この人たちは権力を振るいなさいと。しかし権威というと、この天皇の権威、この王朝というものをずっと守るために日本人が編み出した男系という知恵なんですよ。それが世界最古になったっていうのは、この方法でしか世界最古になり得なかったということなんです。そのことを書いてるわけです。で、女系天皇にするということは、すなわちだから日本と違うものになるわけですから、これは文字通り日本が滅ぶっていう意味で言えばそういうことなんですけど、実際にじゃあその女系天皇になって、例えばまあ日本の民間の方とご結婚されるか、イギリスの方とご結婚されるか、これ分かりませんけど、そこでとにかく今までの皇統と違う天皇が女系天皇として現れましたと。いつもその高潔な方が天皇になるとは限らないから、2代3代経った時に国民の気持ちと違う天皇が出てきた時に、いやもうこの人皇統ともともと関係ないしって、なんで高い税金払ってこの皇室を維持しなければいけないのかっていう話に必ずなるわけです。だから女系天皇にしたい人は何代か先に皇室、共産党が使う天皇制という言葉ありますけど、これが必ず消えていくことが分かっていて、女系天皇を実現しようという勢力が、これはものすごいわけです。それも解き明かしてるわけです。分からずに言っている人たちだけじゃなくて、こう潰そうと思っている人たちもいるんですね、はい、これ実際奥平康弘さんという、はい、そのこれはまあ共産党の理論的主なんですけど、もう奥平さん亡くなりましたけど、東大の憲法学の権威でしたけど、はい、雑誌の世界にも載ったんですけど、こういうその女系天皇を実現すれば、はい、内側から皇室を侵食することができると、皇統をここで途絶させることになるから、これはもう万世一系イデオロギーが崩れることになるのだということで、きちんと彼は論文を書いて発表しております、はい、で、共産党が長い間、最初の方は打倒粉砕ですよ、で、次はその軍国主義の象徴残滓であるっていう書き方で、ずっと天皇制をこの潰そうとしてきた共産党が、2019年なんですけど、2年前に女系天皇賛成を言い出すわけですから、そうするとなぜ賛成、今まで粉砕しようとしていたものが女系天皇を賛成っていうのか、それはもう理由わかるじゃないですか。これはもう2代3代先には天皇制なくなるっていうことが分かってるわけですから、それになぜ気がつかないのかっていうことで、私はこの本だけじゃなくてテレビでももちろん言ってるし、そしてツイッターでも論文でもいろいろあれをしてるんですけど、多くの日本人がそのことに気がつかないんですよね、そして悠仁親王殿下がまあいらっしゃるわけだけど、皇嗣である秋篠宮殿下の次は悠仁親王殿下なんだけど、これ第一子の長子継承ということにしていくと、廃嫡ですから、そうですね、もう事実上の廃嫡ですから、だって何とかではないってことですね、そうです、もう愛子様が長子継承となれば、お子様が生まれればそちらに行きます、これ女系天皇ですけど、そのお子様が生まれなかった場合は眞子様、眞子様、子供が生まれなかった場合は佳子様になって、でここにも子供が生まれなかった場合、初めて悠仁親王に行くということですから、これは事実上の悠仁親王廃嫡論であるということを、そんなことが許されるのかと、今まで続いてきた日本という最古の国、そして最古の王朝、男系という唯一のルールを、その廃してまで悠仁親王廃嫡を実現しようという勢力を私は許すことができないっていうこと、いろんなところで言ったわけですから、そうするとそのことに対してものすごいその反応が大きくて、国会議員でも何人もそのことに気がつきませんでしたという正直な国会議員の人がいてね、
その人たちと結構この話をしますよ。で全てが集大成されたのがこの本なので。しかし中村さん、ここにさ、はい、あれが出てるのびっくりしなかった？幻のあの皇室典範改正案、すごい、これでしょ、すごいですよね。これ、はい、幻のあの皇室典範改正案、これ武田さんがもうこの際だから、もう隠しておくのはやめようっていうことで麻生内閣の時に、はいはい、これが実現寸前まで行き、はい、そしてそれを阻止した当時の警察出身の官房副長官、実名まで全部暴露してしまったんです。やばいでしょ。ねえ、うん、だからこれ結構スクープ満載読みながらびっくりしたんですよ。いやけど中村さんのようにほら、あんまりそのなんとなく分かってると思ってたけど、はい、実はそのあのきちんと分かってなかったっていうことが、あのそれを知ってもらうだけでもこれ出した意義があるなということでね、はい、あの何にも反対でも特になく、うん、まあ、確かに女性がなるのはいいんじゃないって、せっかく今の天皇に待望のお子さんが生まれたんだから、まず愛子さま、次悠仁さまで親王でいいんじゃないぐらいに思ってたんですけど、愛子さまを認めてしまったら、うん、ほぼまあ敗嫡になるっていうことまで意識はいってなかったなと。しかも今この激しい戦いになっている女性宮家、はい、これが創設されたら、うん、また女系天皇への道を歩み始めるということも、うんうん、 それがを許してはいけないんだということもきちんと書かせてもらいましたので、はいはい、ぜひ読んでいただきたいと思います。本当そうです、はい、でも一つ素朴な質問なんですが、はい、あの女系を認めてですよ、うん、で愛子さまが民間の方、もしくは海外の外国にルーツのある方と結婚するっていうこともなきにしもあらずですけど、うん、皇族の方と結婚する場合はどうなんですかね。うん、男系の男子が、はい、あの結構いますから、はい、特に東国家は、はい、天皇家との血筋も近くて、はい、ここに男系の男子がいっぱいいるわけ、はいはい、だからその人たちの養子縁組、結婚でなくても皇族が養子縁組が禁止されてるんですけど、はいはい、この男系男子に限り、うん、旧宮家に限りこの養子を取ることを OK とすれば、うん、全て解決するんですか、はいはい、うん、それがこ の, あの彼が皇室典範改正案の、うん、これを出したその理由なんですけど、そのことをちゃんと書いてあるわけで、はい、一定以上のお金持ちだから天皇になれるとか、そう、ね、国民に投票で選ばれたら大統領のようにアメリカの大統領になれるとかって、はい、そういうものと違うわけじゃないですか、はいはい、これはずっと天皇家を守り通してきた日本人の歴史なわけですよね。京都御所でひとまたぎできるような堀の向こう側にいらっしゃった天皇陛下をずっと守ってきた日本人がいるって、その日本人なんで守ってるのかって言ったら、天皇という存在はこの祭祀、要するに国民の幸せと平和安寧、それを祈る存在として天皇がいて、そしてその存在を守り通してきたのが日本人がこの制度を守り通してきて、そしてその男系だからこれが続いてきたということですよね。本当に確かにあの大河ドラマとか見てても思うわけですよ。信長も天皇になりたかったというか、うん、皇室の方に入りたかった感じもするし、はいはい、清盛だって貴族に憧れてみたいな。いや本当になりたかった、ね、足利義満なんか本当になりたかったわけだからね。でもなれなかったってところが、うんうん、権力と権を分けるっていう賢さだったんだなっていうのが、うんうん、なんかようやくしっくりきました。改めてこうしっかり読むと、あ、ちょっと女系って簡単に認めちゃいけないなって気持ちにもなってるので、みんなも知った上で知った上でね、考えてほしいと思いますね。どんな方に読んでほしいですか。まあ私は読んですごく便利、やっぱり若い人に読んでほしいよね。これも男女問わず、はい、若い人に、うん、ああ日本ってそうなんかっていうことを本当に分かってほしいと思いますね。女王とかも憧れてましたけど、ちょっとそれとは質が違うなってことを皆さんにもしてほしいなと思っています、はい、なぜ女系天皇が今問題なのか、この質問にはっきりと答えられる人はどれくらいいるでしょうか。女性天皇と女系天皇の違い、男系を守ってきた先人たちの知恵について分かりやすく具体的に史実に基づいて解き明かしている一冊です。
本日もありがとうございました。どうもありがとうございました。